はい、今回ですけどね、ご機嫌プーをね、やっていきたいんですけど、こちらね、今、はい、後付けでね、まあ喋っているんですけど、ご機嫌プーのスキルレベル3でね、まあちょっとね、スコア出しをやってみたんですけど、まあちょっとね、これめちゃめちゃすごいっすよ。マジで。タイムボムがね、めちゃめちゃ出る。めちゃめちゃ出る。うんね、残り60秒切るまでにね、10個以上出てるんで、はい。まあこれは運要素もあるんですけど、ただね、ちょっとね、これ、まあ、プレイ、最後まで見るとわかるんですけど、スコアは、実はそこまで伸びてないんですけれども、まあ、これ、まあ、なんで伸びてないかっていうと、まあ、後半失速したのもあるんですけれども、まあ、サブツムがね、ちょっと弱すぎたというところですね。ほら、めっちゃタイムボム出るでしょ。まだスキルレベル3なので、この、ポットが出る数がね、少ないっていうのもあってですね、マスキルループも微妙にしづらいんですけど、ほらめっちゃ出るでしょマジで。すごい出るマジで。うじゃうじゃだうじゃうじゃ。ほらまた出るまた出る。やばいっしょやばい。そう、そんな感じで、こっからね、タイムボムが微妙にね減ってくんだけど、はい、まあ、ただね、このタイムボムが出るこのスキル、やっぱ強いっすよね。ロマンスジャスミンとかも同じようなね、スキルなんですけど、やっぱり強い。強い、強い。まあ、スコインがね、稼げないのは残念なんだけども、スコア的には、まあ、割と出せる、まあ、ツムですね。ポットを絡めてね、まあ、3、4チェーンすれば、大体、タイムボムを狙えるというところで、はい、とても、使いやすいツムかなと思います。さあどうだ。そうですね、ここまでまだ45秒なんですよ。すごくないですか。タイムがなかなか減らないんですよね。いやー、タイムも出ないですね。さあ35秒だが、これでフィーバーいけばって思って、ここでね、全然なかったんですよね、消すところが。ここはね、ちょっと運悪かったなと思って。で、ここからね、なんか、そう、あれがね、トラウマで引きずった感があるんですけど。そう、残り30秒で330万超えてて、まあ、これボーナス入るんで、まあ、370万、400万近くいってるんで、まあ、このペースでいってれば、まあ、普通に1000万は超えたんですけれどもね。まあちょっと失速してしまいましたね。ほら、でも、なんだかんだでやっぱね、出るんですよね、タイムボムは。マジで出る。マジで出る。シンデレラより出る気がするんだけど。自分の体感。あんだけ消してんのに全然出ないやんと思ってるんだけどさ、本当にいつも。チェーン数関係あるのかな。割と長めのチェーン数の方が出たりするのかな。例えば12チェーンとかそういうチェーン数でやった方が出るのかとか、自分その辺まで全然詳しくないんですけど、いやでもそれにしてもね、まだタイムボムがすごい出るんですよ、このツム。皆さんもね、ぜひ使っていただきたいんだけど。はい。まあ、ただね、スコアがね、本当に伸びなかったんですよね、後半。ほら。後半だともう、まだ100万ぐらいしか稼いでないので。ちょっとね、っていうとこだったんだけどね。後半も同じようなペースで行ってくれればよかったんだけど。さあ、こんな感じで。終わってしまうのか行くのか。終わったー。まあ、552万3000ですね。で、コインが2342枚というところで、はい、なかなか強くて面白いツムツムなっておりました。なっております。なのでね、ほら、見た通り、はい、こんな感じです。ということでね、皆さんぜひね、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひ使ってみてください。